蹴りです。すごい音しましたね。3本勝負は以上のような結果で、小倉選手の、決勝の優勝を決めたそうで す, です、ね、この前蹴りです。前蹴り、はい、もう一度ご覧いただきました。この蹴りはやっぱりいい蹴りですね。知り合った仲間だし、はい、手の 裏までよく読み尽くしていますから。大詰め個人戦男子組手の部決勝です。ゼロに戻り2本目が改めて行われます。香川正雄選手対小倉康則選手。先に技を出してポイントになったのは小倉選手でした。いい突きでしたね、はい、抜いてました。やはり香川選手自力ありますね。一瞬の決め手ですね。ちょっと小倉選手の蹴りがですね、はい、膝の買い込みがちょっと遠すぎるんですよね。だからこう付け込まれてしまうという結果になりましたね。ダールで1本取りました、はい。これは3本勝負ですから、はい、攻め込むときは攻められるときと思った方がいいような感じですね。そうですね、その一瞬の差というものがですね、はい、攻めか受けになりますからね、微妙です。本当に微妙です。まあ、古来の日本の武術というのは大半がやっぱりこの相打ち的にいってですね、はい、本当の瞬間の技でもって相手を倒しますね。
back. However, you have to make sure that your body, the center of gravity, does not shift, but you remain straight. The same way as Kokutsuzaki yesterday, pushing down the supporting leg. So in the same way, you have to take the supporting leg before shifting the left leg back. So please, and the next point is that you have to bring the fist to your waist. Before you start your movement, bring your fist down to your waist level and then move it. Up. Okay.